はい、こんにちは、カズボです。妖怪の地方を続けやっていきたいと思います。前回ですね、このね、あやめちゃんっていうね子がね、妖怪探偵団に入れてくれてありがとうということで、あのプリンセスコンテスト優勝者みたいな子ですね。怪奇暗線調査に行くんだよねということで、あのクエスト行くんですけど、この、ね、右上のやつがね、キークエストらしいですけど、それ以外のクエストもあるので、ちょっとね受けるだけ受けて、まあ、全然進んでなかった感じなんで、そこをね埋めていこうかなと思うんですけど、前回ねちょっと手出したのがありまして、桜本町中学校って言ったね、桜本町中学校じゃない、桜第二中学校だね。ここの体育館に行けばなんか蛇のグランプリみたいなのがあるみたいですけど、そのクエストもやってないですね。それとなんかあの稲穂さんがね、なんか探偵事務所に新メンバーが欲しいというクエストも受けてますので、これのヘビーワングランプリでもレベル22だけどね、今20だけど大丈夫かな。あといくらかちょっと強くしないとまずいかなと思うので、これだ、あれまたミッチーがいるし、あ、そっか、三つまた、そうか、ヘビだこれ。みんなのおかげでちゃんと開始時間に間に合った場合、夏目さん、まさか見に来てくれるとは光栄です。いやいや、どうしてミッチーがここにいるの。よくぞよくぞ聞いてくれました。それはこの私がヘビ妖怪の夢の祭典ヘビワングランプリの主催者だからです。そうなん、ヘビ妖怪の夢の祭典ヘビワングランプリとは、過去未来の壁を越えたヘビ系キャラの交流のため、このミッチーが企画したバトル大会なのである。バトルなの。出場者の顔ぶれも超豪華。このスーパーヒーローミッチーをはじめとして、説明不要のヘビ妖怪オロチ、ヘビ妖怪業界で絶賛売り出し中のジャーウォーク。ヘビ妖怪業界、ヘビ妖怪って言うけどみんな人型だよね。ヘビ妖怪業界では足つきがブームなんですよ。足つき、ヘビの、足のあるヘビもないヘビも大歓迎。このヘビワングランプリはみんなでバトルして交流して大いに盛り上がろうという企画なのです。なんだか面白そう。俺たちもその大会出られないかな。参加したいと思ってもらえるのは嬉しいが、ヘビッケゼロのチームはさすがに。じゃあ僕と一緒にチームを組まんね。それでヘビッケがプラスされる場合。本当ありがとう、ジャーボー。ミッチ、ジャーボーが一緒なら私たちもいいよね。わかりました。主催者権限で特別に許可しましょう。やった、ありがとうミッチ。夏目さんのためならお安いご用です。じゃあみんなで力を合わせて絶対優勝する場合。では皆さん、そろそろ第1回戦が始まりますので、初戦の相手はやる気満々でスタンバってます。準備ができたら相手に声をかけてください。相手に、相手誰、入れんのか。なんかいっぱいな、あれか、なんかいっぱいね、本当にね。お、土の子、君、運命を感じたよ。君たちが1回戦の相手だね。僕たち幸運のニョロロンズに勝てるかな。それじゃあ早速バトルしようか。はい、そうこなくちゃ。じゃあ行くよ。さてこんな感じか、今回クエストね。まあ全部埋めちゃおう。まあ、ね、他のキャラ持っていきたいので、お、追撃、本心にはないからね。2回戦も頑張ってね、応援してるよ。いろいろ拾ったけど、お、いいね、レベル上がった。22って書いてあったね、推奨レベルの。まあ今21になったの。はい、2回戦。お、なんだこれ、オロチと、落ち着かいにジャーボーか。相手にとっては不足なしだな。では早速2回戦始めよう。準備はいいか。はい、やっちゃおう。オロチ対マイル。お、後ろにいるのなんだろう、あれ。オロチと影オロチ、光オロチ。
大きい大きい。かなりビームとかね、いろいろあって。かなりビーム。なんか勝てたりするのか。お祓いもそうなんだけど、あんまり見えてない時だもんね。次は決勝だ、必ず勝てよ。まあ大丈夫かな。お、オオロチのなんかでっかいのにね、回復しないとまずい、さすがに。ジャボ、それに落ち着かれたち、ここまで勝ち上がってくると信じていたぞ。決勝戦はシャドウサイドの姿で相手をしよう。お前たちの順番いいか。はい、了解した。では始めよう。ヘビーワングランプリの優勝者を決める戦い。お、オロチ。みんな変力だった。いけるね。いいレベル上げになったね。ジャーボー、それに落ち着かい、見事な戦いだった。お前たちがヘビワングランプリ優勝者だ。みんなありがとう。みんながいたから優勝できた場合。うん、ジャーボーもチームを組んでくれてありがとう。さて、これから表彰式を行いたいんだが、ある問題が発生してな。あれを見てくれ。はひーん。初戦敗退ですっかり落ち込んでしまったようだ。ああ、もうミッチーってば。主催者がこれでは表彰式というわけにもいくまい。すまないが、ミッチーを励ましてくれないか。もう仕方ないわね。僕たちに任せとかんね。さて励ましたい。なんか様子が変かも。声をかけてみようかな。はい、ミッチー、元気出して。あとはもう表彰式だけなんだから。そうだよ、こんな風に落ち込むなんてミッチーらしくないって。私だって人並みに、いや蛇並みに落ち込んだりするさ。本当は夏目さんたちと決勝戦でバッチリお見せするつもりだったのに。日々のヘビーな特訓で鍛え上げ、さらにヘビーになったこのマッスルボディを。いや、いいってば、そういうのは。もうここでいい。ここで私のヘビーマッスルをいとしの夏目さんにお見せします。出たー。ちょっと、ミッチ、何シャドウサイドになっちゃってるの。エキシヘビションマーチ、夏目さん、お待たせいたしました。これってやっぱり戦うしかないの。僕も手伝うわい。こういう時こそ楽しまんといけんね。おう、まさかのミッチー三つ股バージョン。待って、ボスってボスだろうけど、こんな風にやっちゃった。
何だ。ヘッダービームとか入ってやめるよ。みんな頑張れ。お、まずい。ピンのさすらいのはターゲットピンでね。ターゲットピン、ターゲットピンってどうやってもらう。お届けに参りました。あー、R か。またのご利用をお待ちしております。すごいなんか道強くなってるな。もうちょっといけんね。無敵になったらしばらくダメージにこう今のうちだ。行きましょう。避けるとかちゃんと避けないとね。行きましょう。助かった。どんなもんだ。なんか経験値めちゃくちゃ少なかったような気がするけど気のせいかな。全くもう、ミッチー、気が晴れた？ハヒン。すいません、私としたことがついつい暴走してしまい。司祭札を張り切っていながら、こんなことになって私こそが大会を盛り上げないといけないのに。ミッチーさん、落ち込まんでよかよか。僕らは、ミッチーさんがこの大会をやろうって言ってくれたけ、ここに集まっとばい。バトルして仲良くなって、それでみんな友達になれたばい。ありがとう、ジャーボー君。そうだな、私がくよくよしていては始まらないな。ミッチー、みんなのスーパーヒーロー、アメージングミッチー復活。単純だ。やれやれ。皆さんご迷惑をおかけいたしました。それでは改めまして、ヘビワングランプリ表彰式を始めさせていただきます。元気が出たみたいでよかったね。ミッチーはやっぱりこうでないとな。それでは優勝チームに優勝カップを贈与させていただきます。あなた方はヘビ妖怪業界のナンバーワンです。おめでとうございます。お、優勝カップを手に入れた。なんかあんのかなあれ。みんなでナンバーワン対、やった。僕たちもヘビ業界のナンバーワン。では続きまして優勝者インタビューを行いたいと思いますが、もちろんここはジャーボーでしょう。
じゃあこの場を借りてゴホムタのことを紹介してもよか。ええ、もちろんですとも。ありがとう、それじゃあ行くばい。ゴホムタ、僕はジャーボ、ゴホムタからやってきたゴホムタの守り神ばい。ゴホムタは歴史ある炭鉱の町、炭鉱や港が世界遺産になっていると。もう一つのシンボルは大蛇山祭り、大きな山車の走る迫力満点のお祭りばい。みんなもゴホムタに遊びに来んね、みんなで歓迎するばい。ナイスな紹介だったぞ、ジャーボー君。大牟田に行きたくなったな。そう言ってもらえると照れるばい。そうだ、みんなにこれを渡しておくばい。お、ジャーボー入ったね。案外時間かかったね。え、いいの？僕らはもうとっくに友達ばい。いつでも呼んでくれるね。それじゃあありがたくもらっておくね。あ、楽しかった。ジャーボまた会おうね。あ、また呼ばれたら真っ先に飛んでくるけんね。それではこれにてヘビ妖怪の夢の祭典ヘビ1グランプリは閉幕です。それでは皆さんさようなら。お家に帰るまでがヘビ1グランプリですよ。大牟田のことよろしくばい。はい、ジャーボーとか使ってみたら面白いかもね。あ、永久じゃんこれ。バトルに出てる間味方全員物理溶接守りが常にアップ。よし、ということでねどうしようかな。まあレベル、まあレベルもね上げなくちゃいけないしね。稲穂アンケートちょっと調べてみようか。はい、ケータの夜の間だけ。はい、ということで夜の間、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。